で、クラムシク釣ってるよ、これ。世界に。で、これでそのままあれですか、うん、配信できるってことですか。そうや。あ、うん、まあ、セクラで1分ぐらいちょっと喋っていい ?1 分ぐらいですか、うん、まあ、なぜ、簿記を勉強してるのかぐらい。なぜ簿記を勉強してるのか。まあ、そうですね。簿記を勉強している根本的なあれは、自分が自信を持てるような資格が欲しかったってことと、あと、本人会計士の資格が欲しかったっていうことですね。もともと営業やら飲食店やら、まあ、フラフラとしてたんですけども、うん、まあ、そろそろ落ち着きたいってことで、まあ、資格が欲しいってことで、で、周りがやっぱりその、みんな独立してたりとか、まあ、いろんな、まあ、仕事に就いてたりとか、うん、まあ、結構やっぱり自分がフラフラしてるのも、もう終わりかなと思って、まあ、腹をくくって、うん、まあ、本人会計士取得まで目指して、うん、本当に最後まで諦めずに、そうですね、やりきると。そうですね、やりきりますね、走り抜きますね。うんうん、